2011年9月撮影をじゃが池は、千葉県東金市にある灌漑用貯水池である。江戸時代の初期に、島大白が造成を主導してできた貯水池。1614年完成と伝えられている。池の周囲は約 4.5km、面積は約25万平方メートル、水深は浅く満水時最深部で4メートル程度である。整備された遊歩道により歩いて一周することができ、週末はウォーキングをする人や釣り人で賑わう。池の形状が十和田湖にやや似ていることから、房総の十和田の別称がある。1970年代頃からリリパッドと呼ばれる水草が茂った環境で、ソフトルアーを使って行うバスフィッシングの名所として知られた。1980年頃、堰堤工事のため水位を大幅に落としていた時期があった。また、同時期に藻魚が放流されたことで、池の水生植物は激減することとなる。その後年月が経過し、2000年以降に水生植物が勢いを取り戻し繁茂し始めたことから、2006年に再び藻魚が放流された。藻魚の食害により、水生植物は壊滅、代わりに、卵巣類が繁殖し青子現象が発生している。ブラックバス、ブルーギル、コイ、藻魚、ヘラブナ、モクズガニの生息が確認されている。また、1981年には、オオマリコケムシという奇妙な生き物が大繁殖している。東金市の歴史マップ。東金市。2021年9月22日閲覧。ありがとうございます。